どうもタミヤンです。レンタヒーロー続きやっていきたいと思います。前回からの依頼、初めての街ですね。スタンミート行きたいと思います。ガードマンの仕事みたいですよ。さあ行きましょう。え、マジンダス Z 使った方がいい？電池が足りないんだね。よし行こう。電池買っていこう。レンタル料、まずマカタで単一電池買っていこうか。各町のね情報こちら。スタンミートは初めて行く最後の町ですね。銃の町って言ってたんでね。マカタに単一電池売ってます。まあ他にも売ってるだろうけど、メモしてますよ。マカタ、なんか最後の選択になってるっていうのはラスボスはマカタにいるんだろうかね。どうなんでしょうか。お店どこだったっけ。わかりやすいとこにあったっけ。マカタなんか敵でできそう。あ、チンピラー大丈夫か。チンピラこの野郎、チンピラ、チンピラ、よし、単一電池を私は取りに来ただけだ。あ、5000ゴード持ち歩いてる。預金しとかないとね。前回の報酬だね。売ってるはずだよ、私のメモによると。あったー。あ、飲んでる工程液もある。単一電池を買えるだけ買っておこう。飲んでる工程液も買えばいいか。ヒットポイントも回復して、単一電池全開しないんだね。単一電池マジダッセット。ということで飲んでる工程液買い始めようかな。まだ早いかな。単一電池飲んでる工程液まだ買える。単一電池飲んでる工程液、もう持ち物いっぱい。オッケー。 RH ブレスレットって何だったっけ。ああ、セーブできるやつだね。で銀行に寄っていこうか。あの店 ATM なかったね。預金はいくらあるんだっけ。あ、6000。いや、もういらんでしょう。じゃあスカで振り込みを受け付けない。あ、寄付だ、寄付。アーマーに、はい、2000寄付して、さらに武器にも寄付しておこう。オッケー。必要経費600で足りるかな。もうちょっと手元に持ってた方がいいかもね。まあその時は引き出そう。さあ行こう、スタンミート。スタンミート初めての街だ。どこなんだろう。あれ、
こんにちは。ヒデオさん、お待ちしてました。お、私がこのアパートの管理人、ブレインズです。数ヶ月前からこの住宅街にジアゲアがやってきて、ここに住む人たちを追い出し始めた。今ではこのアパートが寂しく一軒立っているだけ。そんな状態なんだ、スタンミート。しかしジアゲアはこのアパートの住民が全員いらなくなるまで嫌がらせを続けるでしょう。そこで私はガードマンの依頼をお願いしたい。ブレインズの妻、ペネロープ。OK、 上に行ってみようか。見回りだ。地上げ屋の嫌がらせはひどいぞ。この前なんかいきなりボールが飛んできて窓ガラスが割られた。地味だねしかもその時そのボールを慌てて踏んじまって足を怪我しちまったんだ。あら、まあ災難でしたね。2階、3階の人も寝込んでるじゃん。夜になるとこのアパートの周りの建物の取り壊し作業、うるさくて全然寝れない。昼間寝てる。仕事はどうしてるんだこの人は私と同じ夜勤なのかな。私もアルバイト夜勤でしてますからね。おー、ボール。こいつか。あらら、窓ガラスが割れちまった。ちょっとセーブしておこうか。割れちまったようだな。今俺はよ、仲間と一緒に野球をしてたんだよ。そうしたら俺がよ、特大ホームランを打っちまってこうなったわけだ。いや、悪いことしまったな。今度から気をつけるから許してくれよ。いいえ、人がせっかく謝ってんのにその言い草ないんじゃねえか。てめえには一発野球入れてやるぜ。ボス戦か。え、いや、こんなチンピラに負けるわけねえぜ。あ、ライフめっちゃ多い。あ、バット持ってる。バット持ってるよ。全然ライフ減らないし。え、これ長期戦だな。必殺はアタック、必殺は、おらパンチだ。よし、倒しましたよ。いいえ、悪かった、これで勘弁してくれ。チンピラは財布を置いて逃げ出した。1000ゴールド手に入れた。やったー。必要経費もあるからね。単一電池、よし、セーブしておこうか。まだまだ来るのかな。これで終わりってことないよね。地上げ屋の一味、やつらはいつもこんな感じ。いやいや、他にどうすりゃいいんだろうか。見回りを続けようか。いたたた、見てくれよこのタンコブ。住宅街のどこかで遊んでいるはず。 OK、 任せろ。じゃあ外に見回りに行ってくるぜ。うわー、めっちゃいるじゃん嘘でしょ。 BT51 いけるかな。こまめなセーブしとこうか。なんだてめえ、いい度胸してんじゃねえか。え、またバット持ってる。あ、体力多いな。あ、両方いる。ほらこの野郎、ほらほら、ほらほらこの野郎、ほらこの野郎、どれこの野郎。これは負けるわけに いあー、ダメージ受けた。くそ、この野郎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 、これはもう長期戦だ。
バッテリー3人相手に使うわけにいかんからな。おら、こいつらバット隠し持ってるから気をつけろ。おっ、どうだ、まだか、この野郎。おら、おら、1人倒した、2人倒した、あ、まだか、2人倒した、あと1人、この野郎。おら、おら、いける、飛ぶ膝蹴りで、時間がかかっても、パンチだ、この野郎。パンチ、パン、いて、パンチ、よっしゃー、バッテリー節約。クソ、覚えてやがれ。またどっか行ったな、あいつら。ここにいるみたいだな。1ポイント42か。ちょっと回復しといた方がいいか。マジダッセット。そしてセーブ。こまめなセーブが命を救う。あれ、入れない、いないよ、絶対この中にいるでしょうよ。一回戻った方がいいのか、情報もらいに。どんどんひどくなってストレスがたまる一方、上に住んでいる様子はどうでしょう。大丈夫か、一味は倒したぞ。あれ、3階の人はどうなってる、寝てる、あ、起きてる、出勤か、眠る暇が、睡眠不足でノイローゼ。え、部屋の留守番を頼む、他のアパート探しに行っちゃったよ。え、メガドライバー持ってるな、この人。え、どんな嫌がらせが起こるのか。風呂でも入るか。え、ああ、なんだ、この部屋に住んでいる私の夫はどこに行ったのかしら。え、新しく住むアパートを探しに行ったの。私は今まで地上げ屋の嫌がらせが嫌で実家に戻っていたの。もう私の夫に頼まれた留守番はいいわよ、ご苦労様でした。はい、わかりました。夫婦がこのアパートを頑固に守り続けているのには理由があるんだ。実は家出した一人息子がいてさ、そいつが戻ってくるのを待っているというわけだ。家出少年探しになるの。ああ、なんだ、アナモイナにちょうどいい家を見つけましたよ。アナモイナ、あ、サランちゃんがいたとこだね。ところで秀夫さん、こんなところで何をやっているんですか。え、私の奥さんに部屋を追い出されたですって。私はまだ結婚してませんから奥さんなんていませんよ、まさか。え、あー、部屋がめちゃくちゃ、その女に騙されたんです。その女は部屋の中を荒らして窓からでも逃げたんでしょう。いや、待ってください、ここは3階です。窓から飛び降りて逃げることは無理です。ということはまだこの部屋の中に、あー、あの女を捕まえてください。どこに、どこ、待て待て待て、消えた、いた。私を捕まえるつもりでしょうけど、そんな簡単にはいかないわよ。みんな出てらっしゃい。あー、また囲まれた。セーブだ。
危ない、開いた、またかこいつら、痛え、やばい、ライフがやばい、バッテリーを使うタイミングだな、あやばい、この野郎、この、あいでー、やばい、バッテリーを使う、バッテリー、バッテリー使って、バッテリー、バッテリーもやばい、飛び膝蹴りしかない、ここは粘って飛び膝蹴りだ、もう体力も、バッテリーもない、ギリギリの戦いセーブしとこうか、危ない、あと一撃食らうと死んじまうぜ、何まだ体力あるな、あいつらこの野郎、よしタイマン勝負だ、ゲッツアウトって書いてある、危ない、怖いよ、一撃勝負、どうだ、まだか、いやこれは死にたくない、セーブがあるって言っても戻し作業したくない、決めろヒデオ、集中集中、ここ一番の集中、よっしゃ、バット持ってなかったね、よかった、だらしない連中ね、ひとまず退散よ、覚えてらっしゃい、え、まだ、もう限界なんですけど、単一レンチマジ出すぜ、一回戻ろうか、一回戻ろうか、もう私たちも疲れましたよ、諦めてこのアパートから出ていくことにしましょうか、いいえ、息子さんっていうのが気になるな、実はその絡んできてるやつら息子さんなんじゃないの、一人息子の情報を得たいね、これああ、こんなことになるんだったらもっと早く引っ越すべきでした、悲惨ですよ、全く全く本当だよね、出ていくべきですよね、で、あー、どうした、うわー、車が突っ込んできた、びっくりした、何これ、いや何これ、嘘でしょ、信じられない、俺たちからの素敵なプレゼントはいかがだったかな、このボロアパートに住んでいる奴らにも感想を聞いててくれよ、どこ行った、ひどい、もうこれは戦争だ、あ、引っ越すことに決めました、あ、そうそう、これは噂ですが、ここの地上げは犯罪組織ダイナマイトドックスがやっているそうです、ダイナマイトドックス、もう出てっちゃったよ3階の人、ノモルワ科学っていう会社がここに化学工場を建てるそうだぜ、ノモルワ科学に雇われてるんでしょう、ノモルワ科学どこだったっけ、マカタだったっけ、マカタだよね、マカタにビル、うわー、根が深い問題になったな、これは一応話しといた方がいいな、ノモルワ科学本拠地に行かないとダメだな、こりゃよし行こう、マカタダイナマイトドックス、ノモルワ科学、どこだ、アイテムを補充したいな、や
やっと3階のやつがアパートから出て行ったぜ。でもあのヒデオとかいうやつのせいで計画が大幅に狂ってしまったわ。ノーモールは社長カンカンだったな。社長もダイナマイトドックスのボスからいろいろ言われたんだろう。これも全てヒデオのせいだ。ああ、またあいつらだ。そこにいるのはヒデオじゃないか。飛んで火にいる夏の虫とはこのことね。覚悟しな。またか。やってやろうじゃないか。飛び膝蹴りでいく。この野郎、この野郎、間、タイミングが取れない。やーばー、めちゃくちゃライフ減った。こりゃダメだ。血祭りにあげる、飛び膝蹴りで。しぶといやつだ。やってやる。よし、一人、まず一人。必殺オリア、バッテリー使って、この野郎、この野郎。うわ、これまだボスいそうだね。危ない、あ、やばい、あ、やばい、あ、やられたくっそいいざぎり。下田、この野郎遠いな。くらえ、なかなかしぶといな。セーブしとけばよかったか。早く画面に出てこいよ、この野郎。しぶてえんだよ。よし、あ、ロング、こっちの方が効くのかな、飛び膝蹴りより。あ、やばい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 、バッテリー、バッテリー、飛び膝蹴りが一番安全だね。でもね、まだか。あ、やばい、また負ける、この緊張感。よっしゃー、だらしない連中ね。こうなったら私が自らお相手するわ。嘘でしょ。いやいや無理だって。あー、負けた。何これ、マジか。回復せずに、回復せずにか。しまったな。セーブしときゃよかったね。こっからいけるか。バッテリー温存だね。温存して、何これ、あの女子がボスなのか。しかも連続バトルですよ、回復なしで。これはバッテリー温存のまま行きたいね、ノーミスで。何この RPG っぽいこの地味さ。ほっほっほっ、こっちに寄せといて連続攻撃。お前もうこっちに、もうちょっとこっちに来い。その間お前を相手しとくぜ。端っこに、画面の端っこに行くとめんどくさいんだこいつら。あー、ちょっとやばいやばいやばい。よし、セーブ、こまめな戦闘中セーブしとく。体力全開で蹴散らずにマジンダス Z 使っとけばよかったね。あー、いたー、あ、いたー、ちょっとダメだダメだ、ちょっとロードロードロード一匹倒した状態で
長い戦いだ。これがレンタヒーローだ。この戦いが、あ、飛び膝蹴りだ。飛び膝蹴りよりちょっと足長く伸ばすとダメージ受けやすいね。膝蹴りで、あー、ダメージ受けた。贅沢言ってられないか。もうくそ、ライフ2であの女子倒せるか。あー、倒した。こっからだ。一回逃げたいよ。やっぱり戦う、セーブしようか。あ、こっちやめとこうか。ここでセーブしとこう。うわー、ちょっと、あ、やる、2発でやられた。ちょっとこれは長くかかりそうだ。一撃当たる。うぞー、めちゃくちゃ強いんですけど。あ、かわせたよ。あー、強い。ここから戻し作業しようか。その方が早いかも。飲んでる工程儀、単一電池。あ、こっからか。マカタに戻って、あ、ここはあの校舎だよね。不良に絡まれた。だってやめろ。やめろ。結構ダメージ、こいつナイフ持ってるから。やばいやばいやばい。もうこんなやつに苦戦してる場合じゃないんだ。いいね、単一電池。マジか。ちょっと武器できてないかチェックしに行こう。せっかく校舎に戻ってきたんでね。あれ、お金減ったのかな、持ちお金。ああ、半分になったんでね、1000ぐらい失ったのか。お待たせしました。出たー、コンバットアーマーボリューム4ができました。レンタル505と結構高いな。で、次にボリューム5は、もう少し時間がかかります。開発費十分だって。地下2階。武器はどうだい、武器。あの女子が強いんでね。あー、まだ時間かかる。了解。コンバットアーマーボリューム4になりました。あ、マックスヒットポイント80になりました。やった、これで戦えるんじゃない。ということで、次回マカタでリベンジしたいと思います。それではまた、さよなら。待ってるわ、あの女子。